どうもー、影山です。今日はですね、マインドマップを作るとやることが明確になると、えー、いうことについてお話ししたいと思います。まあ、マインドマップ、まあ、まあ知ってる人はまあ知ってる当たり前のようなことなんですが、えー、マインドマップですね、えー、僕はこれを何個か作ってるんですね、今ね、えー、3つほどかな、作ってる。その えー、その目的というかこれのためにこれがこうつながってこれはこうこれをやるといいっていうとそういうことがあるんですね例えばこう健康とこう健康っていうものをこう作るとします健康っていうものを作ったとして、えー、健康するためにはジョギングとか、えー、食事が食事改善とかこういうふうにつな、えー、がっていくやつをこう作っていくるんで食事改善はこういうことをした方がいいというふうにね例えばジョギングやったら、えー、どういうふうにした方がいいかとか。 えそうジョギングのためにはこうなんとかとかいう感じでこう作るやつがあってですね、えー、それをこう作るとですねすごくねやることが明確になりますどこがどうつながっていってどうなるかっていうのがすごくわかるんでですね、えー、僕はこれがね、えー、を作ってほんで、えー、1人だけねお客さんにお見せしました僕のそれをで、えー、かなりびっくりされてたんですけどもまあまああのー これはねかなりそういうことがこうまあまあある程度こう話してもいいかなっていう人にしかちょっとそれは見せられないですけども、えー、企業企業秘密というかでそれをこう沿ってやっていくともうだいたいこう流れでこうなって今ここやしこうやっというのが分かってくるんですねそうその一番真ん中に置いた丸にこうつながるようなことっていうのが、えー、こうこうここにこうつながってだからこれをやっててっていうのがすごくなってるんでそのまあまあ 無駄がないほんで、ね、それを作るんですけどそれはどん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 増えていくんですねほんで1週間に1回はそれをちょ,ちょっとチェックしたりしてねほんでこういろいろねこう自分がこう思ったようにはこういかないですよね <laughs> いろんなことはねそう自分の思い描いたようにはなかなかいかない時にまたそれを見直してですねいろいろこうチェックしてここからこれをこうしようかとかまた新しく加えてほんならこれをこうしようかとかこれをやっていくっていうことですこのマインドマップはね作るといいですね ほんで、えー、その考えてなかったことをマインドパップを作ることによって浮かんでくることもあります。でそのことによってさらにこう広がっていくっていうことにこうなっていく。でまあ広がりますね広がるし。 えー、ここまでやるんかと一人でできるかっていうところでやっぱり一人ではできないなっていうのも分かりますし、えー、自分がやりたいやろうとしてることに関してはねやっぱ一人ではちょっと難しいということでここからこうまあまあそのためにはこう広げていって、えー、外でねこう出会う人、まあ、無理やりこう人間関係を作ろうとは思わないですけども何かその縁がある状態になってくるかなとは思ってます。 でそのためにこう目を光らしてるじゃないですけどこう結構見ていることもありますねで自分がこういうその活動がこうできるようになってくるとどんどんこうスカウトしていく形を取っていこうという風に考えています、うん、でやっぱりね、えー、マインドマップ、えー、何て言うかマンダラマンダラートって言ってそのマンダラって言ってこう九、えー、つのマス目を作ってですねそれで真ん中に1つ ほんでえー、周り8つにその1つをやるためにはこの8つが必要やっていうのをやっていくでその8つをまた8つに分解していくっていうのがあるんですけどそれ,でそれが一番こうや分かりやすいかもしれないんですけどそれをこうちょっと発展させた時ちょっとやり方が違うんですけどもその8つだけっていう形っていうのがちょっと僕にはちょっとできにくい8つでこう合わせてやるやつもあるんですね。 それは、ね、自分のこう進むべき道ですね信がですね信えまことの我信、えーえー、が信がにこう築、えー、く とえー、自分の生き,生きる目的が分かるとかこういうことがあるらしいんですけれどもそれを見つけるためにやる、えー、やり方っていうのがいろいろとあるんですね、えー、4つの項目があってそこからこう発展させていくと自分がどういう道へ進んでいっているのかなっていうのがこう、えー、なんとなくこう分かってくるっていうやつがあってですね、えー、それをやるときには、ま、マンダラートはちょっとこう えー、有効かなとはいうふうには思ってるんですが、えー、僕のいろいろやろうとしてることに対してはですね、えーまあ、マインドマップでこう作っていってつながりを作ってですね、えー、それをやっていくっていうのがこうすごくこう明確になってくるかなというふうに思ってます。でそれを見るとです、ね、いかにこう時間が有限でああってそのあまり 余裕がないというか、その余白は作りますよ。1日の中で余白は作りますけども、あまり余裕がないことがこう分かってきます。あまりこうほんまに意味のないね、えー、飲み会とかね、えー、そういうのもちょっとこうもう、まあ、ほぼ。まあ、今の時期は僕は、えー、自分の考えがあって飲み会は行きません。あのー、このコロナ禍でですね、えー、飲みにその行ける そその気持ちといいうううかねそういうこのコロナ禍で飲みに行くことが平気な人の空間で僕は飲みたくないんですねそう,そういう人間のそういう人たちがいる中で飲,み飲むっていうことを僕はしたくないですね。それそのエネルギーのある中で飲むこと自体が自分にとってすごくマイナスにしかないということなんで。えー もちろん飲みに行く方は飲みに行ったらいいでしょうけども僕はそこには和の中には絶対に入らないというふうには僕は考えています。ということでね、えー、今日は、えー、そうですねマインドマップを作るとやることが明確になるということについてお話ししたいと、えー、お話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。